っしゃいませ、いらっしゃいませ。ワイトだよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、ミニストップより2019年2月19日に発売された抹茶のロールパン、うち抹茶入りクリーム仕様。こちらご紹介したいと思います。くっついてるね。そうになってるな。お、こういう風に2層になってますね。じゃあいただきます。抹茶抹茶、まあ、生地まで本当は抹茶だったらいいんだろうけどね、うん、この2つのクリームが生きてますね。はこれでまず食べてみましたけど、129円。まあ見えないと思いますけど、こういう感じです。これは山崎製パンですね。乳成分、卵、小麦、大豆含んでます。カロリーは373キロカロリー、炭水化物は 58.3g となっております。こちらは、ふんわりとした白生地のロールパンのセンサーに入れた切り目に宇治抹茶入りのクリームと宇治抹茶入りのホイップクリームがサンドされた菓子パンです。2種類の抹茶クリームが生み出す贅沢な抹茶の味わいを楽しむことができるという商品となっております。この白生地になった理由わかんないですけどね、多分ふんわりするために白生地にしたのかな。抹茶うまい、このうち抹茶もうまい。評価は4です。はい、この動画面白いな、ためになるなって方はぜひチャンネル登録、評価よろしくお願いします。今評価が少ないんで、あ、評価が少ないじゃない、高評価が少ない関連動画を見てくれればまた喜びます。では